今回はステンドグラスクッキーを作ってみました。ステンドグラスクッキーは型抜きをして、その抜いたところに飴を入れるので、ステンドグラスみたいにちょっと半透明になる可愛い感じのクッキーになります。今回は星とハートを型抜きしたような形で作ってみました。同じものを2つ合わせて縫い合わせています。材料は中細の毛糸、かぎ針は3号から4号です。編み図についてです。編み図は見にくいので表にしています。記号はこの通りです。1段目から表に沿って編んでいきます。立ち上がりの鎖編みは省略しています。例えば5段目だと 3XV×6 となりますが、この場合は細編みを3つ増し目を6回繰り返すということです。今までたくさんの方に食べ物編みぐるみを作っていただきありがとうございます。皆さんが作った作品を共有できたらいいなと思うので、概要欄の URL から作品投稿ページに飛んでいただき、編んだ作品の写真を投稿していただきたいです。投稿していただいた作品はこのようにホームページで紹介したり、 YouTube のコミュニティでも紹介しています。ぜひお気軽に投稿してみてください。では作り方を説明していきます。まず左手の人差し指にこのように糸をかけて、かぎ針を糸に当てて回転させます。輪の中を通して糸端を引いて引き締めます。この次の目からが1目目となり、まず鎖編みを29個作っていきます。29個作り終えたら、ねじらないようにこう編み地をぐるっと持ってきて、1目目の上の半目に針を入れて糸を引き抜いたら、鎖編みを1目編んで、今引き抜いた目にもう一度針を入れて細編みを編みます。次は中長編みなので、かぎ針に糸を1回引っ掛けて3ループ同時に糸を引き抜きます。次は長編みになるので、かぎ針に糸を1回引っ掛けて、次は2ループずつ糸を引き抜きます。これを3回繰り返していきます。この2段目のちょっと表が分かりにくいかなと思ったので、下にハートの図で書いてあります。こんな感じで編んでいきます。3つ長編みを編んだら、1つ中長編みを編み、次は5つ細編みを編んでいきます。4、5、次は中長編みです。3ループ同時に糸を引き抜きます。次は長編み、次は長長編みになるので、かぎ針に糸を2回引っ掛けて針を入れ、2ループずつ1、2、3回糸を引き抜いていきます。次は長長長編みなので、ちょっとやりにくいんですけど、かぎ針に3回糸を引っ掛けて、同じように鎖編みの目に針を入れて
2ループずつ1、2、3、4回糸を引き抜きます。ここがハートの上の真ん中の部分のへこんだところになります。次は、長長編みなのでかぎ針に糸を2回引っ掛けて2ループずつ糸を引き抜き、次は長編みです。かぎ針に糸を1回引っ掛けて2ループずつ引き抜き、次は中長編みになるのでかぎ針を1回引っ掛けて3ループ同時に糸を引き抜き、次は5つ細編みを編んでいきます。5つ編んだら次は中長編み、次は3回長編みです。次は中長編みを1つ、最後に細編みを1つです。1目めの頭に針を入れて糸を引き抜きます。次は3段目です。3段目は、3回細編み1回細編みの増し目を7回編んだ後に1つ細編みを編みます。増し目は1目に対して2つ細編みを入れてください。3回細編み増し目の順番です。ぐるっと1周編み終えたところです。この編み終わりの毛糸で縫い合わせるので糸を長めに切って輪を引き抜きます。とじ針に糸を通します。1目めの頭に手前から針を入れ、最後の目の奥の半目に針を入れて糸を引っ張ります。これでクッキー部分の完成です。編み始めの糸もちょっと邪魔になるので裏の編み地にこのように糸を入れておきます。長い時は短めに切っておいてください。次に飴の部分を作っていきます。左手の人差し指に糸を3回巻いたら、人差し指にこのように糸をかけてかぎ針を輪の中に入れて糸を引き出し、もう一度糸を引き抜きます。立ち上がりの鎖編み1目、1段目は輪の中に針を入れて細編みを7つ編んでいきます。7つ編んだら針を一旦外して編み始めの糸を少し引いて引っ張られた方の糸を引きます。
もう一度編み始めの糸を引っ張って輪を閉じます。かぎ針を戻して1目目の細編みの頭に針を入れて糸を引き抜きます。立ち上がりの鎖編み1目、2段目はすべて増し目になるので、1段目の1目に対して細編みを2つずつ入れていきます。最後は1目目の頭に針を入れて糸を引き抜き、鎖編みを1目編んで短めに切っておきます。この部分は縫い合わせて見えなくなるので、適当にやっておきます。このように合わせたら、茶色い部分と飴のピンク色の部分を縫い合わせていきます。ちょっと若干ハートの部分がいびつになるので、この縫い合わせる時にいい感じに形を持っていて、綺麗なハートになるように調整してください。このあと星を作るんですけど、星は結構簡単にできたんですけど、ハートはちょっとなかなか難しかったです。で、同じものを2つ作ります。2つ作ったら、ハートの位置を合わせて2つの編み地を縫い合わせていきます。糸端が出ないように内側に入れながら、最後の段の頭を拾ってぐるっと一周縫い合わせていきます。ぐるっと一周縫い合わせられたところです。編み地と編み地の間に一旦針を出して、玉結びをします。針を編み地の中に入れて玉を中に入れます。余分な糸を切ったら完成です。こんな感じ
じでハートの型抜きのクッキーができました。大きさは以前作ったオレオとほとんど同じぐらいの大きさになります。では次に星の部分を作っていきます。星は30個鎖編みを作ってください。1目めの頭に針を入れて糸を引き抜き、立ち上がりの鎖編み1目、2段目を編んでいきます。まず細編み、中長編み、糸を1回引っ掛けて3ループ同時に引き抜きます。次は長編み、糸を1回引っ掛けて2ループずつ糸を引き抜きます。次は長長編みです。糸を2回引っ掛けて2ループずつ糸を引き抜きます。次は長編み、中長編み、この順番で5回編んでいきます。もう一回最初からいきます。細編み、中長編み、長編み、長長編み、長編み、中長編み、この順番で今2回作ったのであと3回編んでいきます。最後まで編めたところになります。1目めの頭に針を入れて糸を引き抜きます。ちょっとこれは間違えて、ね、編み地がねじれてしまったところです。1目めがちょっと分かりづらくなると思うので2段目を編み始めるときにマーカーなどで印をつけておくと分かりやすいかなと思います。編み地がねじらないように戻して、こっち側ですね、1目めの頭に針を入れて糸を引き抜きます。これで2段目の完成です。次は3段目を編んでいきます。立ち上がりの鎖編み1目編んだら3段目は細編み増し目3回細編み
の順番で6回編んでいきます。ぐるっと一周編み終えたら、糸を長めに切って輪を引き抜きます。編み始めの毛糸はちょっと邪魔なので、編み地の裏に針を通して糸を中に入れておきます。こんな感じの編み地になっていると思います。またハートの時と同じように飴の部分を編んでいき、星の部分を縫い合わせていきます。縫い合わせる時もハートよりはだいぶ、星は綺麗な形にはなっていると思いますが、形をちょっと調整しながらいい感じに縫い合わせていってください。ぐるっと一周縫い合わせるとこんな感じになると思います。同じものを2つ作って縫い合わせていきます。
完成したのがこちらになります。どうでしょうか、ハートと星に見えるでしょうか。ちょっとなかなか形を作るのが難しかったです。色を変えたりしても可愛いかなと思います。ビスケットよりちょっと一回り小さい大きさになっています。クッキーを作ると茶色ばっかりになってしまうので、こんな感じでカラフルな色を入れると可愛いかなと思います。ぜひ作ってみてください。ご視聴ありがとうございました。